はい、こんにちは、ムロです。本日はですね、ベストオブスニーカーズ手放したくない10足、ボリューム21ということで、高江美代さんの手放せない10足紹介していこうかなというふうに思います。とてもクラシカルなモデル、非常に好まれるようなところがあるのかな？なんかそういったイメージがあるんですけれども、一足一足ですね、思い出しっかり語ってくださっておりまして、編集とても楽しかったわけなんですけれども、まあ、そんな手放せない10足ですね、早速紹介していこうかなと思います。手放したくないスニーカー第10位は 1LDK リーボッククラブ C85 になります。クラシックな佇まいはそのままに 1L らしい別注モデル、京都新風館の 1LDK に嫁さんと並んで購入した思い出のモデルです。並んでいる際、スニーカーにあまり興味のない嫁さんもこれは可愛いとなり、急遽ペアで購入しました。お揃いではありますが、絶対に一緒に履かないと宣言されていたため、宣言通りペアで履くことのない2足ですとご紹介いただきました。恥ずかしさも愛くるしさも聞こえてくる、なんかほっこりしたお話だなというふうに思いました。この 1LDK のデザインもシンプルですね。こうクラブ C はシンプルで本当クラシカルな佇まいですから、こう馴染みがすごくいいですし、本当にどんなスタイルにも合わせやすい、とっても使い勝手の良い、アイテムかなというふうに思います。手放したくないスニーカー第9位はナイキワッフルレーサーコムデギャルソンになります。過去にこのモデルの前身である17年ワッフルレーサーを愛用しており、あまりにも気に入りすぎて履き潰してしまったため、こちらを選出。オールブラックのカラーはモード的なイメージが強いと思いきや、何にでも合うやんの万能な一足です。今回ナイキからは一足だけ選出しようと決め、草刈コラボも好きでそれなりに所有しているのですが、そちらは手放してしまいそうなので、思い出の強いワッフルレーサーを選びましたとご紹介いただきました。ここら辺のこう 90s とか 80s のなんかこう源流のランニングのラインって、こう使い勝手がいいのと、やっぱコラボをすることで親近感があるモデルがこうランクがこう少し上がるようなこう見え方になるなぁと、そういったものもなんかコラボする魅力だなぁなんて思いますね。こう堺の解釈し直したこうハイブリッド感っていうのはなんかこう今っぽさもあるわけなんですけれども、アーカイブのような要素もしっかりですね残してはいますが、こうベースになったモデルはやっぱり一度はですね、履いておく必要があるのかなぁなんていうふうに思いますね。手放したくないスニーカー第8位はニューバランスジョウンド M990JD3 になります。オランダのジョウンド公式オンラインで購入できた思い出の一足です。ジョウンド公式では販売ページに入る前にクイズが出題されるため、この時もあらかじめクイズを予想して挑みましたが、肝心な時に緊張してしまう性分、時間がかかってしまい結果は惨敗。翌朝なぜか5時前に目が覚め、昨夜の無念さが諦めきれず、サイトを再びチェックすると数サイズのみリストックが、すぐさまクイズをクリアし奇跡的に購入できた一足ですとご紹介いただきました。日頃の行いがこう花開いた感がなんかありますね。こうナイキ.comみたいな感じなんですね、ジョーンドってね。なんか面白いですね。こう室は未だに海外通販の敷居が高くてですね、極的になかなかこう抽選するのも怖くて参加できていないんですけれども、こうリストックでこう巡り合わせですからね、こう奇跡的な本当に出会いでしたでしょう。こう購入できた時の喜びはかなり大きかったんじゃないでしょうか。本当に思い出に残るお話ですね、こういった経験っていうのは。手放したくないスニーカー第7位はニューバランスドーバーストリートマーケット M991DSM になります。この 991DSM は UK フリンビー工場40周年記念モデルの 991UKF と非常にそっくりで、その配色の美しさからどちらもリーク時から気になっていたモデルです。 DSM が先に発売され、オンラインで購入できたその翌日にハノンで応募していた UKF も当選、結果両モデルとも購入することに。到着後2足を比べるとソールやアッパーは全く同じもので、2箇所のみ刺繍の文字が異なるという双子っぷり。バカバキしても多分気づかれないし映えもしません。先に購入したという理由だけですが、ドーバーストリートマーケットモデルを選出しましたとご紹介いただきました。こういったレギュレーションってこう刺繍だけが違うとなると、こうなんでしょう、大人の事情があってたんでしょうかね。こうドーバーストリートマーケットとデザイン DSM とですねデザインされ
たものとこうそうでないものが混在するっていうのは少し戸惑いもありますけれども、このカラーウェイ自体とても綺麗な組み合わせですよね。こう周年のモデルってこうやっぱりですね、スペシャル感を感じてしまうんで、こう DSM のポイントもそうなんですけど、こう魅力的に感じちゃいますね。なんかね、DSM はこうブラックとかこうホワイトのイメージとっても強いんですけど、なんかそことはちょっと違う切り口も面白いのかななんて思ったりもしました。手放したくないスニーカー第6位はダブルタップスバンズ OG オールドスクール LX になります。こちらは真夏の炎天下の並びで手に入れた思い出の一足、フット大阪に開店前から並び抽選後購入できたのは午後3時頃でした。中ペットボトルを何本飲んだのかは覚えていません。夏の並びは危険だと思い知らされた夏の魔物的一足ですとご紹介いただきました。確かに思い出したくもない思い出になりそうですよ。なんだかね、こう寒い中の並びよりもですね、やっぱりこう朝の方が危険だったりしますしね、こう奇跡的な記憶って物の記憶よりもこうことの記憶が残りますからね、なんかちょっと面白いなというふうに思いましたけれども、このバンズコラボで使われているオレンジのカラーはこうダブルタップスの印象を少しですねこう変えてくれたような、こう男らしさがこう感じられるブランドでしたけれども、なんかこういった明るいカラーリングを上品に仕上げてしまうのは本当さすがだなと、ダブルタップスの、ダブルタップさすがだなといったところでしょうか。手放したくないスニーカー第5位はダブルタップスニューバランスM990WT2 になります。フット大阪で今度は並びではなく抽選応募で当選した一足です。こちらはダブルタップス別注の第2弾モデルになります。第1弾の 992WT の時は同じくフットで電話通販での発売方法だったためほぼ1日中コールしましたが、ずっと話し中、あまりにも話し中が続き、その 2,3 日はプープープーと通話音が頭の中で鳴り響きトラウマでしたが、 WT2 の当選で克服できた気がします。スニーカーを頭に乗せたスニボーイ企画でもイラストにしていただいた記念すべきモデルで手放せない一足になりましたとご紹介いただいております。こう電話通販って今の時代にはほとんどない発売方法ですが、こうスニーカーに関してですけどね、こう脳裏に残るってやつですね。あの電話のプープーという通話中の音ですね。こうトラウマではないでしょうけど、こう実行したものの結果が出てこないとですね、かなり気持ち落ち込みますし、こうなかなか切り替えることもできないなというふうに思うんですけど、なんかとてもいい思い出になるようなお話なのかななんては思いますね。こういずれにしてもやっぱ WT2 ほんとかっこいいんですよね。こう立体的なフォルムとこう大人っぽさっていうんでしょうか、なんか本当にシックに仕上げてますし、やっぱり企画に出さなければよかったなっていう風に今の個人的にはいつも思っちゃいますね。とっても後悔してるんですよ、ほんと WT2 ほんとに、はい、後悔してます。手放したくないスニーカー第4位はニューバランス MR993MG になります。履き心地も見た目も好みで自身の中での定番的モデルだと思っています。昔は気軽にセカンドピンなんかが買えていたのが、今ではなかなか購入することができないモデルになってしまったのは少し寂しいです。現在は993はこの MG と GL を所有していますが、何かあるときは手に取ってしまいますし、何かなくても履いてしまうほどお気に入りのモデルです。993は何本あってもええですからね、的なスニーカーとご紹介いただいております。最近国内で久々に公式リリースが993ありましたけれども、こうなんて言うんでしょう、手に取ってしまうのってこうかっこよさなどもあるとは思うんですけど、やっぱりこう生活の中に993が溶け込んでいるということなんでしょうね。こう人気モデルであるのは確実なんですけど、こう生活にないと困るようなモデルもあるのかなって思います。生活に溶け込んでしまうスニーカーっていうのは、まあ、オフィシャルの提案としてはないでしょうけど、履き続けてきた人たちが積み重ねてきた文化になるのかな、なんても思ったりもしますね。こう、ニューバランスが生活の一部になる瞬間って、みんな違うと思うんですけど、なんかそんな価値観を皆さんのお話聞いてみたいな、なんて、なんか編集していて、ふと思いましたね。ほんと、993おすすめな一足です。はい、ここでですね、番外編ということで、ご紹介いただいたものがあるんですけれども、ペンイエン&ハーフイエンということで、こちらレザーシューズのため、番外編とさせていただきましたが、
年間でも使用頻度が高く身近にある2足のため紹介させてくださいということで、紹介いただきました。こちらのレザーシューズなんですけれども、人間工学に基づいた履き心地の良さが一番の魅力的に感じていますが、そのシンプルなデザインはドメブラやカジュアル、アメカジ、ジャケットスタイルまでと幅広く様々なコーデに使えるため大活躍しているアイテムです。スリッポンタイプのイエンとかかと部分がないタイプのハーフイエンの2足を履き分け愛用。インソールも取り外しができるので冬はふわふわモコモコなムートンインソールに変更し年中手放せないお気に入りの2足ですとご紹介いただきました。非常に柔らかそうでありながらですね、この光沢と質感が魅力的な仕上がりになっている一足だなというふうに感じました。普段レザーシューズなどを履く機会がない人たちにとってもかなり新鮮な履物ではないでしょうか。だからこういった履物ってこう意外と多くのメーカーでリリースされてますけど、人間工学を用いたこう設計は目から鱗と言いますか、こうやっぱりデザイン性などが優先されてしまうジャンルにもかかわらずですね、しっかり考えられている設計というのはかなり評価が高いなというふうに思います。やはり年相に合う履物ってあるなって思いますね。なんか最近はなんかこういったものと年齢のバランスの取り方ってこう自分の価値観としてしっかり分かっていないといけないというか、だからこそこういったモデルを一足持っているだけでこう差がつくのかなともなんか感じましたね。なんか仮にコンビニにクロックスをこう履いていくのと、なんかこの履物をこうさらっと履いていくだけでもですね、こうなんか人柄がこう反映されるというか、なんかそういったものも見えるものが違ってくるのかななんていうふうに思いました。はい、手放したくないスニーカー第3位はニューバランスジョーンド M990JJ4 になります。日本の色彩文化が好きでルーツである12単を調べたり、色にはすごくこだわりがあります。ジョーンドコラボである JJ4 のリーク画像を見た時に、紺なのか黒なのか、その色が持つ濃紺の美しさを海外ブランドが表現したことに魅了されてしまいました。公式抽選でしたが、インスタで仲良くさせていただいているフォロワーさんも当選し、嬉しさを共有できた記念すべき一足ですとご紹介いただいております。こうインディゴのですね、立ち位置ってこう洋服好きの人とか、あとはスニーカー好きの人の中に必ず手堅い位置に入っているような印象なんですよね。何かしらこうアイテムで必ずインディゴはこう所有されている人も多いと思いますし、こう JJ4 のカラーリング解釈をし直してくれた部分が非常に多い一足なのかなっていうふうに思います。単なるインディゴではないですけど、こうインディゴの持つ可能性というか、これがインディゴというか、なんかそういった表現の仕方は様々ですけど、うまいことこうカラーの表現の落ち度をつけたなんかモデルなのかなっていうふうに思います。手放したくないスニーカー第2位はニューバランス M1300JP3 になります。 1300JP が発売された2010年はそのうち購入しようと思っていたら見かけなくなってしまい買い逃し、 JP2 こそはと意気込んでいたら嫁さんが購入していたため、被るのもなぁと見送ることに。 JP3 は抽選応募するも落選、 JP カラーにはきっと縁がないのだと諦めていましたが、知人から譲っていただけることになり巡り巡ってきた一足になります。あまり期待しすぎてしまったせいか、履き心地はな部分もありますが、モデルが持つ美しさはずっとそばに置いておきたいと思える一足ですとご紹介いただきました。そうなんですよ、正直ロールスロイスではないのかなと無論思います。履き心地はそういった感じですよね。この1300の JP はこうニューバランスのこうクラフトマンシップが体現化された、具現化された、なんかこう原点がですね、こうしっかり感じられる文化の継承モデルという立ち位置なのかなと個人的には捉えてます。原点をですね、こう大切にできるブランドって本当に強いなと思いますし、5年周期でリリースされているものではありますが、ソール効果などもありますし、この JP は履き続けることでその原点をですね触れることができる、ニューバランスの数あるモデルの中で3本の指には必ず入る理由になっているのではないでしょうか。はい、手放したくないスニーカー第1位はニューバランス SSG 秋代長谷川 M990BE5 になります。 SSG の長谷川秋代さん
ディレクションのこのモデルはリーク画像を見た時から胸をつかまれました。CL カラーやイメージした絶妙なカラーリングや SSG アイコンの黄色いノート型ピスノートタグを表現したシュータン 990V5 は大好きな品番なので4足所有しておりましたが、これを最後の V5 にしたいと思わせる1足でした。しかし販売方法などは一切情報が出ず、ニューバランス公式でさえ当日販売の事前告知なし、取扱店であるセレクトショップに至っては急遽ゲリラ販売、半ば諦めていたところ別の日にフォロワーさんに発売していると情報をいただき、発売サイトでラスト一足だったものを無事購入することができました。直接面識もないこんな私に優しくしてくださるフォロワーさんに感謝の一足は、いろんな思いも含まれているため手放すことができませんとご紹介いただきました。グレーの系譜をなぞるモデルだなというふうに感じますよね。こう個人的にはこのモデルのリリースでこう V5 の見え方が本当になんかいい印象になったんですよ。こうイメージを変えてくれた一足だなっていうふうにムロは思っております。こうゲリラで発売されたのもこう驚きでしたけど、なんかこういったことが文化を積み重ねていくといいますか、自らの見られ方をこう向上させるといいますか、こう改めてスニーカー好きの人がこのリリースされるまでのなんか模索して行き着いた部分が今の時代にもしかすると足りそうで足りないものがなんか詰まっていたものにもなっているのかななんていうふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。ベストオブスニーカーズ手放したくない10足ボリューム21ということで、高江美代さんの手放せない10足ですね、紹介してきました。ご感想いただいております。スニーカーを含む靴やファッションは自己表現だけではなく一種のコミュニケーションツールの側面も含まれていると思っています。靴を履かずには出歩けないので、これからもたくさんの歩みが素晴らしい出会いにつながるといいなと思っています。ありがとうございましたとご紹介いただきました。アイテムが人と交わるツールになったといった考えだと思うんですけれども、同じ趣味趣向ややっぱり興味関心があるジャンルを知っていくことでつながりができますし、今やっぱ便利な世の中ですから、つながることがとっても簡単にできてしまう世の中だと思うんですよね。ここ最近のこう時代背景の中でやっぱりこうつながりが窮屈になったりとか、そうでなくなったりと、まあなんか人の距離感って本当様々で、なんか自分自身でいろいろ調整もできますし、とその人と交わることっていうことの見方っていうのが若干こう変わってきた時代なのかななんていうふうにも思いました。高江美代さん、ご協力いただきまして、本当にありがとうございます。とても素晴らしいスニーカー、11足ですかね、本当にありがとうございました。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンを気軽に、コメントなんかもいただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。